どうも、今回こんなものを手に入れてみました。これマキタの 7.2V の充電式ペインインパクトドライバー、モデル名 TD022D っていうものになります。でこれ今回セット品を購入しました。こんな感じで 1.5 アンペアバッテリーが2つこうついてきます。でこの中には充電器も含まれてます。で見てわかるようにこのケース、こんなかっこいいこのケースも付属してきました。じゃあ早速これ開けてみましょう。こんな感じでこういうところもめっちゃしっかりしてますね、このケース。オープン。おー、きた。これが本体ですね。ちなみに色はオリーブにしました。おー、かっこいい。なんでこれ購入したかというとですね、この前いつもお世話になってるマキタの販売店さんの展示会があったんですよ。でそこにこれが置いてあって、でこのペインインパクトドライバー自体はすごい昔から売ってるロングセラーらしいんですよ。で今回このオリーブが新色として出たらしいんですよね。でこれ置いてあったんだけど、そこでこう触らせてもらった時にですね、これ結構パワー強いんですよ、こう見えて。でそこで木の板にこう木ネジをこう打たせてもらったんですよね。その時にめちゃくちゃパワーあって、これいいなと。で前々から欲しかったんだけども、そこで購入しちゃいました。こんな感じでカチャカチャできるようになってて、ここで操作するんですね。ここはロックになってて、解除すると、おお、こんな感じで使えるようになります。左右どちらにもこうトリガーがあるんで、これ使いやすいですね。こういう風にも使えるし、こういうピストル型にもこう変形させて使うことができます。いや、これ素晴らしい。なんかこんなケースもついてきますね。コーススレッド入れる用の箱ですかね。ここにはバッテリーも入ってました。いや、バッテリーかわいい。初めてこの 7.2V ってのは手に入れました。相当ちっちゃいです。マキタシリーズで一番小さいバッテリーなのかな。でこういったこのビットもついてきました。はい、箱の中身は、あ、いいですね、これすごい。こんなのがついてきて、ここもロックできますね。こう入れれると。でこれ充電器ですね。あ、充電器もめっちゃ可愛いですね。ちょっとこれ充電しておきますか。こっちはこうしてコンセントオン。おお、こんな感じで充電が開始されました。音めっちゃ静かですね。いや、なんかほぼ無音です。近づいても聞こえないぐらいの感じです。ちょっとビット取り付けてみますか。あ、こう押し込むタイプではないんだな。こうクッとやって入るって感じですね。まあ、よくあるあの高いインパクト、あの上位モデルみたいなハイエンドモデルとかだとこうスポッと入るんだけど、まあこれはまあ安いやつだからしょうがないかな。で、あー素晴らしい。ライトもついてますね。この回してる時だけ光るって感じですかね。こんな感じですね。こうやってしばらくついてるとかではないんだけど、この LED ライト、これはありがたいですね。ちょっとじゃあ、 あの展示会行って感動した木ネジをこの木に打ってみたいと思います。この中に入ってる一番短い 3.8×32 のコーススレッド、これいってみます。じゃあいきます。はい、どうすかこれ。自分このペインインパクトドライバーって全然こう打ち込む力ないのかなと思ってたんですけど、これぐらいだったら余裕で入ってくるんですよね。これ見た時はすげえと思って、それでいてめっちゃ打ちやすい。次この 3.8×38 のやつですね。いや、どうすかこれ、素晴らしい。 2×4 にも余裕で入ってくるんですよ。いやー、いい。めっちゃいい、これ。
こういう風にも打てますね。こんなこの地面スレスレみたいなところもこうやりやすいですね。どうすかこれ。じゃあこれうちにある一番長いコーススレッド 4.5×90、 これいけますかね。ちょっとやってみますか。ちょっと見ます。これどうすか。あ、下までいった。素晴らしい。これトルクはですね、最大25ニュートンメートルらしいです、まあ、ちょっと負荷かけちゃったんだけど、こんな感じでこれいけちゃうんですよ。これ回転も最大2450回転毎分なので結構早いんですよ。ここのビットをあの木に穴開けられるドリルとかに付け替えてあげれば、下穴開ける作業とかも余裕でできると思います。何よりやっぱこのスレスレいけるのいいですね。スレスレに下穴開けたいなみたいな時も非常に便利だと思います。打撃も0から最大3000回毎分なので、うん、本当にパワーも申し分ないですね。なんだろう、あのガチのインパクトを使うまでもないんだけど、ちょっとしたこう木ネジ打ちたいって時もいいし、かといってすごい繊細な作業もこれできるんですよね。こう無段階になってるんで、ゆっくりこうやってあげればすごい低回転もこうやってあげることができます。これあの知り合いの大工さんとか、あの電気技師さん の知り合いとか友人結構多いんですけど、みんなこれ持ってるんですよ、うん。やっぱその電気工事関係は細かい作業が要求されるのかなっていうふうに、まあ友達は言ってたんだけど、うん、これみんな持ってるんですよ、うん。でそれ見て自分はいいなと思って、ついに、こう手に入れることができました、はい。ちょっと細かい作業もやってみたいと思います、はい。まあ、こういったちょっと奥まったところにあるネジとかですね、これもお余裕じゃんこれ。あ、素晴らしい。これは超やりやすいわ。自分このインパクトこう愛用してるんだけど、こういったインパクトってこう締めるときはこっちにして締めて、こう緩めるときはここでこう切り替えてこうやる必要があるんだけど、これに関してはもうシンプルすぎてそれがないんですよね。これが締める、これが緩めるみたいな。こっちもそうですね、締める緩めると、この切り替えすらもないこのシンプルなのいいですね。このピストル型にしてこうやってあげることもできます。はい、前までこういった細かい作業は自分これ愛用してたんですよ。このデンドラボールってやつ、これもこういうところをこうやってあげるのに非常に便利なんだけど、これもまあそこそこトルクはあると言っても全然これほどじゃないんですよ。例えばこれ、さっき打った一番この短いやつですね、これをこう外そうと思った時に、あ、これはいけるのか、いけますね。ただこういった一番最後にあった深く打ち込んだやつとかはこれももう相当厳しいんですよ。てかもうこれ無理なんですよね。で無理やり回すとこれ壊れちゃうかもしんないんで、こういう作業にはちょっと向いてないかなと思ってたんですよね。そこでこれですよ。これはこんなのでもこう回せちゃったり、こう入れられちゃうんで、これは非常に頼もしいですよ。手締め機能ってのもついてるらしいんですよね。そこ手回しドライバーとして使う場合、ここにもこうあるんだけど、ここのロックありますよね。これをロックしてこう回すようにしてくださいとのことです。なるほどですね、はい。
こういったこう使い方もできると。これいいですよね。最後の一締めをこう手でやってあげたりとか、そういうこともできるんで、こう自動でやりたいときはロック解除してでみたいな、こういった使い方ができると。ああいいっすね、うん、ちょっと他にもいろいろやってみますか。でここがですね、この天井を全部自分で打ったんですよ。ただその時はさっきのインパクトでやってたんですよね。これで打てるかちょっとやってみます。おお、あ、すげえ、これ超やりやすいじゃん。これやるときに欲しかったですね。これはめっちゃやりやすい。はい、ここが僕の趣味スペースです。まあ、この基地全体が趣味スペースっちゃ趣味スペースなんですけど、ここは特に、こういった塗装をやったりプラモデル作ったりしてるところですね。でですね、この椅子があるんだけど、これもう15年ぐらい前かな、もっと前から使ってる、もともとは自分の部屋に置いてあった椅子です。でですね、もうこれがもうボロボロになってきちゃったりとか、このコロコロもなんかもう壊れてるんですよ。座り心地があまり良くないと。でですね、今回この椅子がですね、ででん、これココさんっていう会社さんがありまして、オフィスチェアなんかを作って販売されてる会社さんなんですけど、今回そのココさんからココチェアプレミアムっていう、こういったワークチェアですね、これを送っていただきました。誠にありがとうございます。これをですね、ちょっと組み立ててみたいと思います。よいしょ。こういう家具を組み立てるときによくある、これボルトありますよね。これをですね、ちょっとこれでやってあげたいと思います。こういうついてくるやつでもいいんだけど、やっぱ細かいところにこう手が届くんで、こうライトついてるんでね、これだな、この椅子で組み立てるのに使うこの六角のこのボルトですね。これは全部このサイズなんで、あとはこれでやってあげられますね。こういうところです、まさしくこういうところ。超便利じゃんこれマジで。できました。はい、ということで完成しました。いや、もう全然違いますよね。もういろんなところがめちゃめちゃしっかりしてる。よいしょ。こんな感じでどうですか。素晴らしい。ちょっと座ってみたいと思います。まあ、これは、別の場所へ移動させて、使います。てかもうそもそもなんて言うんだろう、もうこの転がり具合がまず違うっていう、もうそれだけでも個人的にはありがたいぐらいです。あ、ちなみにここにですね、なんかこう手提げのバッグとかですね、そういったものをこうかけられるフックもついてます。リュックとかかけてもいいかもしれないですね。そういったものもここに引っ掛けられるようになってます。うわ、すごく、これわかります、この
この座った時の感じがもう素晴らしいですね。でここがですね、こういうこのアームレストがこう動いたり、ここにトリガーがあって押しながらやるとこう上下にも行きます。でなおかつこの左右も行くんですよね。わかります、この幅で、こうここも動かせると。でここにこれなんですけど、これを引っ張るとこう上下します。こう高さも調整できると。ここその横にあるやつですね、これを押すとこの座る深さというか、これがスライドすると。でもってここもこの首のところ、これも高さをこう何段階か調節できるんですよね。ここもこれ分かります、この首の当たり具合、これも調整できるんですよね。あとここ腰に当たるところですね、ここもこう何段階かこう調節できると。で一番上まで行くと下にこうストンと落ちるっていう感じですね。なのでここも自分の腰に合ったこの高さに合わせてあげられると。ここ見ててください、これどうすか。でもってここをこうひねってこうやってあげると足置きがあると。いやこれいいですよね。でもってですね、まだあります、ここです。ここをですね下にカチャってやると、これすげえ、これうわ立てない、なんかソファーのリクライニングみたいなイメージですかね。こうできるんですよね。でまた戻したいときは下にこうやってあげて後ろにクッとやるとまたこう戻ってきます。いやすげえ。でもって最後ここですね、こうハンドルがついてまして、プラスってやるとこう硬くなるのかな、うん、こう硬くなったりとか、こうマイナスの方にやるとこうなんだろう、もっとクッといくようになるというのか、この反発具合を変えられるようになるそうです。個人的にはこのマイナスがいいですね。いやこれもうダメになるぞこれ。まあこれいろいろこう組み合わせてやってあげると、よいしょ、こういった具合に。そうここで、プラモとかもやるんですけど、編集やったりもするんですよ。でこう編集やって、まあ、リモートワークやってる人とかこうデスクでやってるじゃないですか。で、あ疲れたなってなったら、はあ、こうしてこれ至れり尽くせりだなこれ。ああこれは素晴らしいですよ。うわー最高。こんな感じで、このワークチェアですね、これはこのリモートワークやってる人とか非常にいいんじゃないでしょうか。今回このコフォさんから提供してもらった、これコフォプレミアムだったっけな、コフォチェアプレミアムっていうものになります。これちょっと概要欄にリンク貼ってあるんで、気になった方いたらぜひチェックしてみてください。これめちゃくちゃいいです。いやちょっとこれは愛用させていただきますよ。ここからいろんなものを作ったりとかも今後していきたいんですよ。 3D プリンターで出力した模型を塗装したりとかですね、自分の頭の中にこういう電動工具欲しいなみたいなのもあったりするんで、そういうのをここでちょっと具現化したりとかいろいろやっていきたいと思います、はい、ちょっと話が椅子にそれちゃったんですけど、まあ今回これ、使ってみたんで、ちょっと最後感想を言って終わりにしたいと思います。これ使ってみて良かった点からまず言っていきたいと思います、まず最初にこの取り回しの良さですね。こうやったりしてあげればもう細かいところにもこう入るし、こうやってあげれば握りやすいしで、非常に取り回しがいいです。で次がこのトルクですね、こういったもの、さっきもやりましたけど、こんなものまでこう締めたり緩めたりできるっていうのが、これ非常に素晴らしいです。
でもってこれこの軽さもいいですね。めちゃくちゃ軽いです。 550g って書いてあります。こう持ってても気にならないし、こういうところに、まあ引っ掛けたりしたとしても、全然重くないんで、これもいいですね。であとはこの切り替えのスイッチがないんで、使い勝手が非常にいいですね。すぐに締められてすぐに緩められる、これがいいです。臨機応変に作業できます。であとこのライト、これのおかげで暗いところでもこう作業できますね。このロックしてこの手締めもいいですね、うん、この電池がもうなくなってきちゃったって時に手締めしてやろうとかって、そういうこともできます。でもって最後はこのセット品の話なんだけど、このケースもついてくるんで、この持ち運ぶのに非常にいいですね。めちゃくちゃしっかりしたこうケースがついてきます。でこのセット品だと充電器もついてきます。充電器とこの付属のバッテリーもついてきて、これをこう入れてあげてもこう締められて、すっきりとこう持ち運ぶことができますね。これもいいです。なんかお買い得感があります、はい。でまあちょっと使ってみてここがなと思った点もあえて、言っておきたいと思います。個人的にはなんですけど、ここがクイックリリースだったらもう本当に言うことなかったかな。これはこうスポットは入らないんですよ。上にちょっと上げてあげてこう入ると、ここはまあ頻繁にこう取り替える人からすると、ああちょっとなって煩わしさを感じることあるかもしれませんね。であとはまあこれ仕方ないんですけど、バッテリーの残量がちょっと分かんないですね。インジケーターがないんで、まあこのコンパクトっていうのは非常にいいんだけど、このインジケーターがないっていうのがまあちょっとなとは思いますが、まあ、こまめにこう充電してあげるか、そもそもこの替えのバッテリーもついてくるんで、まあ個人的にはその辺は全然許せるというか許容範囲ですけど、まあ、ちょっとインジケーターがないんで、そこはまあちょっと不便ですかね。ただまあもうそんなところですね。これは非常に使いやすい。さすがベストセラーなだけありますね。やっぱ長く売れてる商品なんで、もう無駄がないです。もう完成されてますね。個人的にはこのオリーブグリーン、これにして本当に良かったなと思いました。めちゃめちゃかっこいいです。まあ、これの使い分けなんだけど、まあ、こういったちょっとガチめのインパクトあるじゃないですか。これとこういったデンドラボールみたいな、ちょっとこのあんまりトルクのないけど電動のこういうドライバーみたいなやつですね。これのちょうど中間あたりに位置する、まあ、そういったインパクトなのかなと思います。大は小を兼ねるじゃないんですけど、これに関してはこっちの代用はもう余裕でできますね。こういうガチめのインパクトほどのパワーは必要ないんだよなみたいな、そういう人にもこれ非常にいいんじゃないかなと思います。であとあの細かい作業が多い、職人さんとかですかね、まあ、自分の友達もそうなんだけど、あの電気技師さんとか配線の工事するところとかですね、あとこういうパーツの修理やったりだとか、そういう細かい作業ある人には非常に、これ1個持ってても絶対損はしないと思います。これぐらいのパワーはあるんで、あの日曜大工ちょっと興味あるんだけどな、でも道具ないんだよなみたいな、そういう人には非常におすすめです。でこれ値段もですね、あのセットでこれ全部で1万6000円ぐらいだったかな。ガチめのインパクトの本体のみの値段ぐらいで、これらこれもそうですね、こういったものも全部ついて1万6000円ぐらいだったんで、全くこういう工具持ってないんだけどちょっと取っかかりになんか欲しいなみたいな人にも個人的には非常におすすめです。もうこれもう毎日自分使うんじゃないかなっていうぐらい、めちゃくちゃ気に入ってます。ということで、これ気になった方がいましたら、概要欄にこの商品のリンク貼ってあるんで、ぜひチェックしてみてください。ということで今回はマキタの充電式ペインインパクトドライバーを使ってみたっていう動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。